バドミントンのジャパンオープン、20日から25日、スーパー750の開幕に向けた記者会見が19日、会場の横浜アリーナで開かれパリ五輪で混合ダブルス銅メダルの渡辺優太、東野有佐組、リプロジー、女子ダブルス銅メダルの志田千春、松山奈美組、最瞬間制約書が出席した松。ペアは女子ダブルスで年の福島 広田彩香以来、6年ぶりの日本勢制覇に挑む。志田は、五輪が終わって初めての国際大会。志田松らしく全力でプレーできたら、楽しんでいる姿を見ていただけたら嬉しいし、一つ一つ勝ち上がって、一番高いところに行けたらいいと思いますと意欲を滲ませた。松山は、日本である国際大会なので、たくさんの方に見てもらいたい。 目の前の一戦をとにかく一生懸命に頑張りたいですと気持ちを高めた。初出場の五輪でメダリストとなった後は、帰国後の空港で多くの人に出迎えられ、テレビ収録やメディアの取材などを多く受けてきた。インスタグラムのフォロワー数も、五輪前と比べて約2倍に急増した。五輪が終わってからテレビの収録やいろんな取材もしていただいて、初めての経験だった。 改めて五輪ってすごい舞台なんだなと感じました、と志田は率直に話した。松山も同様で、会社でも体制で出迎えていただいて、五輪の凄さを感じましたと実感を込めた。注目度や期待が大きくなったが、志田松は応援を力に変えていく。志田は、メダリストとなった実感は、まだめっちゃ湧いているわけではないけど、五輪で初めて知ってくださった方もいると思います。 その方々のためにもコートに立って自分のプレーを見せていきたいと笑顔で話した。シダマツらしいプレーで観客を魅了していく。